日本関東地方茨城県森谷市、大仙神殿大仙神殿、正木大堺大仙神殿は、茨城県森谷市の地名。旧北相馬郡大仙神殿、大木技ざか国。郵便番号は302-0103。森谷市北部に位置する。絹川に面した地域で、地域内は主に森林や畑となっているほか、古くからの家々がのを連ねる。東は、 筑波未来しこぎぬ、きぬの台、南は、正木台、西は、板戸井、北は、上層市内森屋町と接している。また、上層市内森屋町きぬの里が近接している。江戸初期には、相馬郡大木村の一部であったと考えられる。幕末には、徳川三教である田安須寮で、急行急量取り調べ町によると104国4と5省であった。 関永年間の絹川新華道掘り割りの際に、使用不能になった金具等の捨て場があったと伝えられ、当地と思われる場所は、金草山という 3A の山林となっている。また、当地にある香取神社は、天正年間に、相馬市によって創建されたと伝えられる。幕末より、下唄や沈部府、下唄地事件の管轄となり、1869年には、葛飾県、 1871年には、印馬県の管轄となり、1873年の大工小区生では、第14大工6小区となったが、これは本来は家庭であり、実地不便の向きもあるということを理由に、第5大工7小区へと再編されている。また、同年千葉県となる。1875年には、千葉県から茨城県に移管され、第9大工2小区となる。 1878年の軍区町村制では、大区小区の区分けが廃止。同時に、相馬軍が、利根川を境に、南相馬軍と北相馬軍に分離し、北相馬軍大仙神殿となる。1889年3月1日には、同じ北相馬軍の板戸井村、大木村、龍拓村と合併し、大仙神殿は、大井沢村の大技となり、 1955年3月1日には、同じく、北相馬郡森屋町、大野村、高野村と合併し、森屋町の大技となる。1976年5月より、地域の南部、東部を、日本住宅公団が、上層ニュータウン北森屋として開発し、1985年5月には、正木き第一から7丁目、久保家急4丁目として分離した。 2002年2月2日の森谷氏の市政志向により、森谷氏の大技となると同時に、大木の飛び地であった、自家鳥国を編入し、現在に至る。大戦となった由来は、一面に、杉の巨木が追いしげり、さながら、大戦の勘をなしていたからという説、領主大戦文学の功績を称えて、大戦とした説があるが定かではない。また、江戸三大大化と言われる。 明和の大化の時に、幕府は、江戸復興のため、関東一円の大名に命じて、建築資材として、木材の供出を促した。この時、相馬軍大仙村を領地としていた田安中納言家も、幕府の要請に応じ、大仙村の山林をすべて伐採して、江戸に運び、その跡地に神殿を開拓したので、それ以来大仙村を、大仙神殿に改称したと言われている。 2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。地域内にはバス路線はないが、隣接するマサキ台を森屋駅、新森屋駅までの路線バスが通過している。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。